回の情報ステーションは、妊婦さんや介護が必要な方へのサービスをはじめ、スマホで呼べたり電子マネーも使えちゃう熊本タクシーの魅力をご紹介します。熊本タクシーは創業90年、保有台数は現在141台。ハイブリッドタクシーをはじめ、ジャンボタクシー、大型ハイヤー、介護福祉車のほか、貸切バスの肥後観光バスなど、さまざまなニーズに対応しています。最終日の今日は、熊本タクシーのエコと安全に関する取り組みについてご紹介します。熊本タクシーでは現在13台のハイブリッド車を導入しています。電気、ガス、ガソリンの3つの力で走るトリプルハイブリッド車プリウスアルファも登場。ゆったり快適にくつろげる空間と環境に配慮したタクシー会社を目指しており、環境に優しい運輸事業者の証であるグリーン経営の認証も取得しています。またお客様の安全確保向上のため、運輸安全マネジメントを実施しており、一層安全への取り組みを強化しています。さらに肥後観光バスは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けています。タクシーのご用命は、電話フリーフリーハローの熊本タクシーへ。介護タクシー、陣痛タクシー、タクシー運転代行のサービスもあります。詳しくはホームページをご覧ください。一昨年から県内を走っている人気の全国無双タクシー第2弾が近日登場。こちらもお楽しみに。